よしと。よし、はい。おかんができました。おかん。おかん。はい、おかんでございます。佐渡伊藤酒店が、こんなことやっております。糸魚川の酒、加賀の井、純米吟醸、はい、50% 精米のやつです。裏は何も書いてねえんだよな。データがまあ少ないですけども。仕込み2合。さっき、冷やのまま飲んだんだけど、まだまだ若い、味が薄い。そんな感じだったもんで、ちょっと燗してみました。いつもの、カンタロウくんで燗してみました。減り具合からして、あちゃ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 、減り具合からして、まあ1合も入ってねえか。1号もないぐらい、ちょっと燗してみまして、やっぱりさっきよりは色はちょっとついてきたような感じで、湯気が立っとるけも見えんかあーって、45度、50度ぐらいはあるなこれ。はい、じっくり冷ましながら飲もうかとは思うんですが、まずは厚めの燗で。暑いけど、アルコール度数は15度、特別低いわけじゃねえけど、燗して、厚めの燗にしてもあんまりアルコールがツンツンきません。1年経ってこんな感じになるんだったら、これ3年ぐらい経つとかなりまろやかな、新潟の酒らしくない、そういう酒になりそうな気がします。ちょっと酸味が出てくるような感じで、若さはまだまだやっぱりどうしようもないけども、なんだろう、刺身いいかな。刺身はっきりとあんまり好きじゃねえんだけども、刺身いいかな。天ぷらもいいかな。フライみたいなのも、なんか、今10時過ぎたとこだけど、これを飲んでつまみを食うとったんじゃいかんな。やっぱり酒は、夜飲む酒はちょびっとこの酒だけにしといて、つまみを食うんなら夕飯時のその晩酌という形にしていいけど、おだんだん少し温度が下がってきて、はい、暑さも取れて、ああうまい。後味もいいです。はい、今の時点で、約1年経った時点で、程よいというか、いい熟成になっとったら売ろうかなと思ったけど、まだまだちょっと時間かけた方がようなりそうなんで、さらに寝かせようかと思います。これはこのままで置いといて、あとまた半年でも1年でも経ってからまた報告してというか、熟成を待って、わずか10本あるかねえか、1箱取って残り的何本しかねえんだけど、熟成した時には皆さんにまたおすすめします。これはもう絶対早いもん勝ちになると思う。楽しみです。以上、佐渡伊藤酒店晩酌1号1でした。はい。